問題2、7、18、30を58。この次に来る数字は何？87なのだ。ずんだもんさん、早かったですね。すべて暗算ですし、数理処理能力が非常に高いです。数列の問題でしょうか？私、全然わかりませんよ。問題。次に表示される画像の空欄に当てはまる国を答えよ。ギなのだ。これは三国志で有名なギでしょうか？それにしては国の数が多い気がしますが。いいえ、これは紀元前の戦国七雄時代のギですね。ずんだもんさん、古い時代までよく勉強しています。問題。次に流れる音楽の曲名を答えよ。バッハの無伴奏チェロ組曲第1番と蝶々プレリュードなのだ。あ、私この曲聞いたことあります。エヴァンゲリオンで使われた曲ですよね。でも曲名は知らなかったです。ずんだもんさんはクラシック音楽の素養もあるみたいですね。問題。次の空欄に当てはまる単語を答えよ。ディスポーズなのだ。これは後に来るオブから推測したようですね。素晴らしい語彙力です。思い出すというより染みついたものが自然に出てきたという感じですね。さあ、いよいよ次が最終問題です。ずんだもんさんの史上初の全問正解優勝はあるでしょうか？圧倒的な強さですから十分ありえますね。問題。あなたはなぜ生きているのですか？どうしたんでしょう。ずんだもんさんが黙ってしまいましたね。まさか答えがわからないんでしょうか？そのまさかみたいですね。見てください、あの顔。周りからクイズ王ともてはやされるうちに知らず知らず慢心していたんでしょう。鼻っ柱を折られた顔をしていますよ。クイズ王も所詮は人間、不完全でわからないことだらけなんですね。そういうことです。問題です。僕はなぜ生きているのでしょうか？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 